どうぶがぶです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、本日はね、1ヶ月くらい前かなに、この黄色いエアシップを購入したわけなんですけれども、と、こちらのね、エアシップ、オリジナルですね。はい、オリジナルのエアシップですね。この白青で、これはね、いつのだろう、84年ですね。84年のエアシップですね。はい。もうね、ちょっとね、比べてみようかなと思ってたんです。はい。っていうのも、まあ、自分的にもちょっと比べてみたかったのもそうなんですけど、視聴者さんからね、ちょっと比べてみてほしいっていうのがあったんでね、やってみようかと思います。はい。ちょっとね、どうしようかな。カメラがちょっと見づらいから、どっか場所をね、変えてやりたいよねっていうところですね。はい。散らかってんだよな、でも。散らかってない、こう、映ってもいいところ感のところがいいっすよね。はい。どうしようかな。この辺にしよう。この辺だとちょっと暗いよな。ということでね、ちょっとカメラの位置を変えます。はい。はい。ということでね、ちょっとカメラの位置を変えました。はい。こちらです。はい。過去にね、AJKO の、オリジナルと、復刻のね、見比べをやったんですけど、その時は、ホールの数が違ったのかな。8ホールと9ホールだったか。まあ、この紐を通す穴の数が違ったわけですけれども、今回ね、ちょっとね、どこが違うのか、それとも違わないところがないのかっていうのをね、調べていきます。よーし、はい。まあ、なんとなくね、その前回の AJKO と同様で、ちょっとホールの数から見ていこうかな。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、黄色の方はね、8ホール。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、8ホール。8ホール、どっちも8ホールだな。いや、でも、いや、待てよ。なんかあれだな、8ホールだけど、こっちは2本だ、穴が。こっちが2つだ、この上の部分に入ってるのが2つじゃないですか。こっちのオリジナル方は3つだ。3つですよ、このホールが。要はこの縦のハイカット部分のホールが。ってことは、こっちの方がちょっとミッドカット寄りなのかな、この黄色の方が。確かに言われてみると、ちょっと高さが高いかもしんない。青い、言われてみるとというか、青い方がちょっとハイカット気味なのかもしんない。こっちはハイカットなんだ。で、上段ワンダーなんかミッドみたいな感じが近いのかな。こっちの黄色い方は、多分。ホールの数は一緒なんだけど、このハイカット部分のあれが違うってことかな。はい。あとはどこだろうな。あと、インソールが違うぐらいかな。インソールが、復刻はね、ジャンプマンになってて、オリジナルは、ちょっと見えないな、この。オリジナルの中敷きはこんな感じ。見えるかな。見えた。一応ナイキエアかな、オリジナル方は。自分的にね、ちょっとね、おって思ったのが、印字が全然違うっすね。内側のサイズ表記の印字。ほら、ちっちゃいんですよ、この、エアシップのオリジナルの方は。でも、こっちって、ジョーダン1の94年のジョーダン1あるじゃないですか。あのプリントの感じなんですよ。でっかいんですよ、字が。でっかい、このサイズ表記の字が。はい。あとは、なんだろう。終端見てみても、まあ、そんなに終端は、R マークの数だったり、R マークどっちも2つだし、これも R マーク一応2つだし、まあ、そんなにこう、あとステッチも、ここダブルだ、ここはダブルステッチになってるし、こっちもダブルだし、まあ、そんなに変わんないかなっていう感じ。ですね。あと、まあ、ヒール部分。ヒール部分は、
まあそんなにヒール部分も変わんないかな。でもやっぱりオリジナルの方がこうスマートですね。細身な感じがする。ちょっとね、復刻の方がね、なんかスノトレみたいな感じなんでね、あのなんだろう、スノトレです。冬とかに履くなんかブーツみたいなやつに似てる。で、アウトソールはね、こう違うんですよ。実は気づいた方も多いと思うけど、エアシップの復刻の方のアウトソールってジョーダン1のアウトソールなんですよ。多分ジョーダン1のなんか黄色のやつとかがどっかで多分めっちゃ余ったんですよね、俺の予想だけど。でそれをそのままくっつけた感、アウトソールは再利用した、多分ジョーダン1のどっかの余ったやつとかを使ったのかな。だってオリジナルのソールって全然違うんですよ。これ何と一緒だろう。エアダンクとかともまた違うし、なんだろう、ここボコンでなってるじゃないですか。かかとのここもっこりしてるでしょ。ちょっとずらすけど、ちょっとここもっこりしてるんですよ。わかるかな、ここもっこりしてるでしょ。もうすごい、ちょっとソールがね、癖があるんですよ、エアシップのオリジナルの方は。で、こっちの前の方は、ちょっとダンクとかジョーダンっぽいけど、かかとが違うんですよ。こう、もりって穴が開いてるんですよ。この、そんな感じで。アウトソールはね、違います。ジョーダン1のなんか、余ったパーツをどっかにこう、廃棄するのもったいないから、どっかで使えないかなって言って、エアシップを出そうって言って、エアシップ出したのかなと思って。そうなんだ、やっぱそういうのあるんだよね。どっかの余ったやつをどっかで使ってるパターン結構ね、探すの面白いんだよね。別に上げ足を取るつもりはないけど。でもこのね、俺はソールは結構気づきやすいけど、このカットの、なんだろう、ハイカット部分のこのホールの数はちょっと面白いな。俺なんか最初見た時、あれホールの数違うのかなと思ったら、ホールの数は一緒だけど、このハイカット部分、カット部分ここが違うっていう、この面白さ。この上の部分のホールの数が違うっていう。はい。はい。ということで、ちょっとカメラの向きを変えます。はい。はい。ということでね、エアシップをね、こう、比べてみたわけですけれども、見比べたわけですけど、正直なところね、アウトソールはね、少し前からちょっと気づいてたんだけど、ね。でも、アウトソールだけじゃなくて、このカットの部分のホールの数が違うっていうのはちょっと驚き風味なんじゃないかなー感ありますね。でもやっぱりオリジナルはやっぱ革がいいっすね。変な割れ方しないんだよね、剥がれ方が。オリジナルは。多分エアシップもこれは、なんだろう、10年ぐらいするともうガビガビに剥がれてくんのかなっていう感じっすよね。最近のというか、まあ、結構そういうの、ナイキ多いんで、最近。復刻は結構その、脆い。本当に作りが。そういうことが多い。はい、ということですね。ということで本日はね、エアシップのね、オリジナルと復刻を比べてみた、でした。以上です。どー